も皆様こんにちは、マストさんちのポーです。ですね、今週から始まりました奉納週間です。まあ昨日の今日なんですけどね。はい、やっていきましょう。はい、今週のアップデート調べてまいりました。まず1つ目、特殊殺し屋を追加しました。タイムスリッパー2080っていう、あの鳥っぽい感じの特殊な殺し屋さんですね。はい、あともう1つですね、中央管理システムの本棚のシェアっていうのがあるじゃないですか。あそこの機能レベルがアップされました。アップされます、正確には。はいね、この2つのアップデート情報がありましたので、そちらの方を見ていきたいんですけど、多分特殊殺し屋は見れないんじゃないかなというふうに予想しております。はい、なんでね、まず最初にね、本棚のシェアの機能についてね、軽く触れていこうかなと思います。ではですね、スタートします。はい、では早速やっていくんですけれども、まず最初にお伝えしておきたいんですけれども、この中央管理システムの本棚のシェア機能ね、これアップグレードをうちはできませんはい、その理由を今から説明していきます。で、まあいつも通り本棚のシェアね、これですね、これの機能がレベルアップするんですけれども、その条件というのがですね、まずこのハガキです。このハガキ8つの国、8枚分のハガキがないと、まず条件が達成できないんですね。で、8枚分のハガキってどうやってまあ手に入れるのかって多分皆さんもうご存知だと思うんですけれども、ここですね。ここ。この目的地、全部 100% にしないと、ハガキって手に入らないじゃないですか。ね、なんで、これを全部やっていないと、この本棚のシェア機能のレベルアップはできません。はい。で、もしやっているんであれば、このね、全部の8枚、全部8枚、8枚揃った状態で、8枚のこのハガキをきちんとシェアしていれば、自動処理の時に、世界の名著。ね、これね、世界の名著。あと、挿絵の寄り抜き。この2種類からシェア報酬が受け取れるらしいです。はい。まあ、2種類からなのか、2種類のなのかはちょっとわかんないですけど、実際にやってないんで。というのが、まあ、今回のアップデートです。はい。すみません。うちはちょっとできないです。ね。はい。で、特殊殺し屋の方はですね、まだ全然わかんない状態です。はい。特殊殺し屋、だからここにいんのかな？いないよな。特殊殺し屋に関してはちょっとまだわからないんで、これに関しては、ちょっとご自身で調べていただくというか、まあ多分出る時になったら出るんでしょうね。うん。って感じですかね。はい。以上でございます。はい。ではですね、早速奉納をやっていきましょうかね。はい、では本日の奉納の加速時間、12日と17時間分ご用意しました。で、まあ、もうお分かりの通り、ね、上の方の祭壇には4つドラゴンボール並んでます。はい。で、その他にドラゴンボール2個と、大黒天のお供え物が2個と、ガイアのなんちゃらが1個なんか残ってるんだよね。なんでこちらの方全部やっていこうかなと思います。はい、じゃあ早速やっていきますね。はい、加速加速。イエイ！ね、すごいことになってる。じゃあまあ、せっかくだからドラゴン玉からいきましょうよ。こんなに連発することないよね、そうそう。それでもまだ封印解けないんだよな。ん？お題はドラ、大当たりを引き当てたい。君のコレクションが欲しい。課金するのでお金ください。お金欲しいですね。うん。でも、私はそれよりもコレクションが欲しいです。ください。何くれますか？これ何？これ何？え、これ何？え、何？今の骸骨のやつ。貴重品かな？これか！暗い日曜日。あれ？どっかで聞いたことあるような。ないようなあ、でもなんか思いがけずいいものをもらった感じがする。もう出っ放しでいいですよ。今日多分6回ぐらい読まなくちゃいけないんではい、
スピードアップ君のコレクション、君のコレクションです。コレクションください。わ、また新しいの手に入ったよ。死の花瓶、嫌なものくれるな。もうちょっとこう生き生きとしたものがいいんですけど。はい、死の花瓶ゲットです。いいですね。特殊な貴重品なのかな。はい、3回目。はい、ドーンドーンドンドーンドン。美味しいものをください。綺麗になりたい、強くなりたい。あ、まあ、強くもなりたいし綺麗にもなりたいけど、美味しいものをくださいってなんだろう。ご飯なんだろう。お菓子缶に入れてるんだ。そうなんだ。あ、キノコか。まあ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 、キノコ嬉しいけど、キノコだったら化粧水とかのが良かったかな。まあ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 、まだあるからね。まだあるから、ほら、大丈夫大丈夫。コレクション持ってほしいんだけどな。なんか装備品とかないの？装備品よこしいよ。貴重品をレベルアップしたい。もっとお金持ちになりたい。これどれでもいいな。貴重品のレベルアップ、お金持ち。お金持ちはいいかな。貴重品レベルアップでいいかな。ちょっと微妙。いや、微妙。すごく微妙。はい、じゃあこれをね、はい、全部やっちゃって。ドン！はい、オッケー。お久しぶりです。宝箱くれ。あざーす。ね、あとでこの宝箱の開封も。したいよな。うん、いい感じいい感じ。いいですねいいですね。どんどん出てきてください。どんどん。あー、どうもありがとうございます。もっとよこせ。もっとよこせ。なんでちょっと少ないぞ。少ない。あ、まあ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 ね、文句はね言わない方がいい。さあ、はい、ドラゴンボールを2個入れて、大黒天様へのお供え物も2個入れて、ここはここはじゃあとりあえず5個入れて、はいはい、進めるよ。んよ、足りるかなこれ。加速怖え。はい、これ足りなかったらごめんなさいね。で、機関のレベルアップ、建物の素材、あ、進化必要だね。うん、迅速な進化は必要。進化が必要です。あ、でも、機関の方が良かったな。機関の方が良かったわ。やっちまったかも。機関のレベルアップの方がいいじゃん。あー、失敗したな。ドラゴンボールあるからってめちゃくちゃ簡単にポン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 やっちゃってる気がする。進化、スピードアップ、課金する。進化。進化させてください。はい。はい、オッケー。まあ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 、このぐらい集まればまあまあいいんじゃないかな。はい、次、大黒天様のお供えですね。いくよ。おんまかまきゃ、わちゃわちゃ、わあの、部屋で猫と一緒にくっつきながら一人でこんなこと言ってる私。この猫たちは私のことをどんな飼い主だと思ってるんだろうね。わしこそ鬼に見放れられた人々の神、大黒天じゃ。まあ、どう見てもいかがわしい何かにしか見えないんですけどね。さあ、愛してください。何くださるの。愛が薄いよ。愛、もうちょっと愛が濃い方がいいな。あー、もう一回やるのか。いや、もう一回はやんないよ。もう一回はさすがにやんないよ。さすがに頭おかしい人だもん、こんなこと何回もしてたら。絶対にやらない。おんまかやん。もうやめよう。はい、そんなに運に見放されてるわけではないんだけど、はい、ありがとうございます。いや、だからさ、愛が薄いんよ。もっと濃いめの愛の方が私は嬉しいんよ。まあ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 、いいでしょいいでしょね。これでね、来週のね、このね、ガチャガチャにね、うまく反映されればいいかなと思いますよ。はい、ありがとうございます。強力な魂はいらないんで、ちょっと加速ください。加速足りないっぽいっす。すいません。はい、ありがとうございます。加速こんな足りないと思わなかったわ。で、多分これで終わりでしょ。だって加速
無理じゃん。汚染されたガイアのうんちゃらでおしまいでしょ、だって。はいはい、今度汚染されたガイアの左手かな。はい、はい、あなたの失われた器官を奉納しました。なんて読むのかわかんないけど、とりあえず微笑、微笑みという技を繰り出したんですね。はあ、はあ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 。へえ、そうだったんだ。殺し屋に改造されてたんだね。まあ苦労したかどうかわかんないです。いつの間にか手に入れてたんで。さ、どのご褒美ですかね。まあまあいつも通りのご褒美でしょう。ですよね。これの使い道がまだわかりません。すみません。薬液に浸しておけばまた移植できるかもしれない。目に左手つけんの。怖っ。何それ怖っ。全部の器官って集められるのかな。わかんないけど。あー、やっぱ足んなくなった。全然足んないんだけど。ちょっと待ってちょっと待って、ここから取れるかな。取れないよね、奉納加速って。あー、終わったー。ごめんなさい、3つ目まで見せられなかった。まあまあ、でもね一応目的のドラゴンボールを奉納するっていうのができたんで。そう、ドラゴンボールね。あ、そうだ、でもちょっと待って、交換すればなんとかなるんじゃない。なんないか、水晶大作戦。はい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 、ちょっと交換してみて。これじゃないや、こっち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 ね。宝箱あった方がいいよね、多分。で、もう一回か。もう一回いけるよね。桃変木。これは世界中は最高ランクか。桃変木よりじゃあ化粧水がいいです。桃変木の方ね、やつもね、あれ、ヘリコプター落とすのもまだ全然やってないから、あれもガツンガツンやらないとまずいんだよね。とりあえずこんなもんで。で、どうだい？奉納物。奉納物や、奉納加速。それでも12時間か。12時間では無理ですね。うん、ここまでしかできないや。あー、ごめんなさい、本当に。まあまあ、でもまあ一応ね、ドラゴンボール奉納しましたよっていう感じで。で、封印がですね、あれ、封印が、あれ、封印解除できる。はあ、あ、そういうことか。あ、やっちゃった。ドラゴンボール20個消費すんのか。あ、貯蓄しなくちゃいけなかったので、やってしまった。ドラゴンボール奉納すれば解放できるんだとずっと思ってて、ずーっとやってたな。あ、これ失礼しました。あー、坊さんやっちゃった。なんでだって思っちゃった。あ、今奉納した6個返してもらってもいいですかね。ちゃんと文字は読まなきゃダメだね。ドラゴンボール20個貯まったらお知らせします。すいません。ああ、やってしまったよ。もう次何をすればいいかがわからない。じゃあこのままの微妙なテンションで先生台行きましょうか。ね。ああ、もう何やってるんだよ、本当に。ちゃんと見とけよ、俺。あー、やってしまった。まあいいや、宝箱解放しよう。ね、宝箱開けて、で、ケージの目が出てきたら叫ぼう。あー、マジで。そっか、奉納するんじゃなかったのか。そりゃそうだよね。奉納じゃないよね。よくよく考えたら捧げなくちゃいけないんだもん。はぁ。はい、じゃあ気を取り直して、気を取り直してっていうかさ、その前にさ、さっき受け取ったものを見えた方がいいかもしれない。これですね。わお、なんかそんないいもんじゃないね。チャッチーもんだな。もっとちゃんとしたいいのくれよ。はい、じゃあ宝箱開放していこうかな。ちょっと待って、その前にこれ、これ、これやりたい。これ、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 これ。あ、ありがとう、桃変木。はい、じゃあ、
宝箱開放するんですけど、ちょっと少ないんですよね。やっぱドラゴンボール入れちゃってるんで。今回は、まあ、白、緑とあるんですけど、まあまあまあ、白から普通に引いていきましょうね。ね、やっぱり、あれだよね。ちゃんとした魂、炎じゃないと、どうしてもね、少なくなっちゃうんだよね、宝箱。まあまあ、これは私が後々ね、また宝箱を集めてね、開封していくんで。はい、すいません。今回はね、ほんとしょぼくなりました。炎はな、厳しいんだよな。しかも何も引いてないしね。ひどっ。これはひどいぞ。今回はびっくりするぐらいひどいよ。はい、じゃあ、宝箱終わりました。テンションだだ下がりです。まあ一応この辺もね、やっても意味ないよな。まあこの辺の巻物とかはね、別にいいかなと思います。はい。じゃあ極上宴会やって、で、ステータス紹介しておしまいかな。サクサクだな。なんか極上宴会もしょぼいだろうし。はい、まあ、ぐだぐだ言っててもしょうがない。はい、やっていきましょう。ね、サクッとやろう、サクッと。サク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 ー。はい、もっともっと、サク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 ー。今、期間のね、余ってくれてるからね、赤出ていいよ。全然いいよ。全然赤出てもいいからね。全然出てくださいよ。全然出ねえな、おい、マジで。ちゃんと出てよ。はい、ドン。はい、オッケー。オッケーオッケーオッケー。いいですね、いいですね。一個しか取れてないけど、いいですね。はいはい、次も出るんでしょ。はい、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 ドーン。出ない。はぁ、最近ほんと引かないね、極上宴会ね。悲しい。はい、じゃあですね、極上宴会も引きましたしね、じゃあちょっとステータスの方を整えてきますので、少々お待ちください。はい、お待たせいたしました。ではですね、今週のステータスっていうか、まあ昨日の今日だからあんまり変わってないんだけど、一応ステータス紹介します。はい、人気技術、文化、振興、芸術、こんな感じですね。若干変わってますね。うん。技術以外は全部3万超えました。はい。技術だけまだちょっと追いついてないんで、ここのとこなんとかしようかなって感じですね。まあ圧倒的に人気が高いね。うん。そんな感じです。はい。HP 攻撃、防御、追撃はこんな感じです。若干ね、強くなりましたね、やっぱりね。うん。はい。でね、持ち物が変わりました。はい。まあ、何が変わったかっていうと、これですね。ビッグバン。これプラス2にしました。はい。どれをプラス2にしていいのかわからなかったんで、ビッグバンにしました。なんか、強そうじゃん、名前。っていうだけです。はい。あとね、純粋にクリダメとかクリ率とか上がってくれるといいかな、なんていう風に思ったんで、こういう風にしました。はい。それ以外はですね、持ち物変わっておりません。はい。で、総合戦力の方ですね、33.3M になりましたね。33M とかだったんじゃないかな、昨日かおとといにあげたやつ。昨日あげたやつは。うん。だと思うんですけれども。まあ、ここがちょっと変わりましたよっていう感じですね。はい。以上です。ください。ありがとうございます。まあまあそんな感じですね。他はあんまり変わってないかなって感じですね。はい、以上でございます。なんかあんまり変化がなくて非常に申し訳ないんですけれども、まあね、ドラゴンボールこんなにたくさんあったよ、集まったよとかってテンション上げておいて、実際は使い方を間違えていたっていうね、正直何の身にもならない動画になりました。はい。まあこんな感じですね。ですね、今のところガチャチケの話なんですけど、ガチャチケがですね、252万にまでなったんで、多分来週のガチャガチャ週間はやると思います。で、それ以降はですね、ちょっとね、特殊な、なんていうのかな、大きいアップデートとかがなければ多分やらないんじゃないかな。まあまあまあ、来週のね、やつ次第かな。来週の結果次第でやるかやらないかはちょっと決めようと思いますので、よろしければですね、また来週も見てください。はい。そんな感じかな。うん、他になんかもうやり残したことは多分ない。うん、ないです。ない。はい。
はい、以上になります。本日もですねご視聴していただきありがとうございました。またですね来週もよろしくお願いいたします。お疲れ様。